眠れませんの、ルーク。あ、いや、あいつと話できないか試してみたんだけど、やっぱダメだった。アッシュですわね。ああ、あいつから話しかけてこないと全然つながんね。そうですの。彼、今何をしているのかしら。ナタリア、あいつに話したいことあるだろ。え？叔父上とのこととか、これからのこととか。そうですわね。ずいぶん彼とは会っていませんし。ったく、勝手なやつだぜ。ルーク、もしかして私のために彼に接触しようとしましたの？違うって。あのムカつく野郎が今何してるかを気になっただけだっつうの。別にお前のためじゃないからな。そうですのね。ったくよ、もう俺寝るから。こういうところはそっくりですのね。騙していたのです。ううん、そんなことないです。だって私にとってのイオン様はあなた一人ですから。アリス、ほら元気出しましょう。イオン様、僕をまだイオンと呼んでくれるのですか？そんなの当然です。アリス、ありがとう。シェリダンから報告を受けました。近くへ向かわれたと。作戦は成功しました。シェリダンのイエモンさんやこの町の変形さんたちが命を懸けてくれたおかげで。そうですか。イエモン殿や変形たちのことは報告を受けています。陛下も公爵もダートに対して抗議していますが、大英士モースはバン幼少がダートを離脱して行ったことだと。ま、申し訳ありません。我がしもべの罪は私の罪です。ところで今もファブレ公爵とバン幼少はつながっていますの？いえ、シェリダン襲撃で
ダートの勢力はこの町から引き上げました。なら頼みがあるんだ。彼女の体調が優れないんです。精密検査をお願いします。承知いたしました。研究所のシュウをお尋ねください。ありがとう。お話は分かりました。では皆様はこちらでお待ちください。ティアはどうですか？まだ全ての結果が出たわけではありませんが、ティアさんの血中フォニムは非常に不安定な値を示しています。血中フォニム？不術をたしなむ人は体内にフォニムを取り込むわけですが、彼女の場合取り込まれたフォニムが汚染されていて、うまく体外に放出できていないんですね。フォニムが汚染されているって、今全世界で噴出している毒素、正気ですか？とにかくそれと結合しています。蓄積しているのは主にセブンスフォニムです。正気に汚染されたセブンスフォニムを取り込んでいるのですね。はい、しかも大量に。それが彼女の体内に蓄積し、内臓器官を極端に弱めています。お話を聞くと、外核硬化作戦でパッセージリングという音器官が彼女に反応した。創生歴の音器官なら大量のセブンスフォニムを含んでいるはずです。つまり硬化作業を行うとパッセージリングからティアに正気が流れ込む。それ以外考えられません。このまま硬化作業を続ければ命の保証はしかねます。そんな。こちらとしては発作を抑える薬を処方することしかできません。どうにかできないのか？俺だって硬化作業でセブンスフォニムを使ってるけどピンピンしてるぜ。ですから量が桁違いなんです。通常のセブンスフォニマーが一生に消費する量の100倍以上だ。もう少し詳しいお話を聞けませんか？私も尋ねたいことがあります。ここで解散しましょう。私のこと聞いた？ああ。先生の話だとセブンスフォニムが正気に汚染されているのよね。ローレライも汚染されてるのかしら？そんな、何でもない顔で話をしないでくれ。心配してくれてるの？当たり前だろ。くそ、視覚が静止してセフィロトの暴走は止まったんだろ。なら外核大地を下ろさなくても。もう遅いわ。パッセージリングの方が限界なんだもの。硬化作業を続けるしかねえのか。ごめん。どうしたの急に？外核大地を下ろすのやめようって。ルック。だけど俺すっげえ考えたけど、外核大地が落ちたらたくさんの人が死ぬだろう。だからそんな簡単には言えなくてよ。せっかくおじ上もピオニー陛下も協力してくれることになって、それで今更ダメだなんて言えなくて。バカね。どうしてそんな顔するの？もしもあなたがやめろなんて言ったら、私あなたを軽蔑するところだった。ありがとう。あなたを信じてよかった。お前おかしいよ。平気なはずねえんだ。お前強いふりしすぎだ。せめて少しでも怖いとか悲しいとか本音を言ってくれれば。俺ふりじゃないわ。ごめんなさい。
しばらく一人にして。嫌だ、ここにいる。ルーク、お願い、こんな顔してるところ見られたくないの。じゃあ後ろ向いてる。ありがとうございました。くれぐれも無理はしないでください。これからまたセフィロトの降下作業か。でも次のセフィロトはどこですの？確かセフィロトと言われる場所で行っていないのはパダミア大陸とラーデシア大陸とシルバーナ大陸ですわよね。アブソーブゲートとラジエイトゲートを除けばな。アブソーブゲートとラジエイトゲートってどこにあるんだ？アブソーブゲートはケテルブルクの北東だな。ラジエイトゲートはバチカルのずっと南の島だって話だ。その2つは最大セフィロトですから後回しです。魔物も他の地域より強いという話ですし、とにかく今は他のセフィロトにあるパッセージリングの場所を特定しなければ。ここにユリアシティの研究者が来ているわ。パッセージリングの場所を聞いてみましょう。でもティア、本当に平気なわけ？ええ、薬が効いていて痛みを感じないわ。ティア、話は聞いた。無理はするなと言いたいが、いいのよ。あの、パッセージリングはどこにあるかってわかりますか？降下作業に行くんだな。今確実に場所を特定できるのはメジオラ高原の奥部とロニール雪山だけだ。ロニール雪山ですか。あそこは六人将が任務で訪れた時、凶暴化した魔物に襲われて大変な怪我を負ったと聞いています。危険ですから。同感ですね。地元の住民でもあの山には滅多に近づきません。よし、じゃあまずはメジオラ高原に行こう。ならその間にもう一箇所パダミア大陸のセフィロトの場所を特定しておこう。気をつけてな。近く突入以来またバンが鳴りを潜めましたね。兄は今どこで何をしているんでしょうか？先生の計画にはフォミクリーが必要不可欠だ。ベルケンドを使えなくなった今、どこか新しい拠点を探してるんじゃないか？いえ、彼ならとうに見つけている。というよりかねてからあった別の拠点にでも移動しているでしょう。そつのない男のようですから。こっちとしてはとにかく降下準備を進めて崩落による人類の消失を食い止めるしかない。バンをどうにかするのはその後だ。そうね、気にしていても始まらないのはわかるんだけど。ティアにとっては兄さんだからな。気になって当然だよ。ありがとう、ルーク。
ですけど、硬化作業を続けることになった以上、先に進みませんと。大佐の言う通りよ。兄さんが次の行動を起こす前に硬化作業を終えてしまわなければ。それはそうだけれど。本当、きつい時は言えよ。全員とダブル。
の差が歴然だな。
どうなったんだ。立て直していくぞ。力を発揮。
Take it down!